最初にやっぱり一番礼儀正しくありたいと思いますので、ご挨拶からお願いします。こんにちは、いらっしゃいませ。すごいですか、お水のご用意もよろしければ。はい、お願いします。イタリアの水、スルジーバ。本日は仮想客のお客様がいらっしゃいまして、ここにたくさんのワインが用意してあるんですけれども、お料理との兼ね合いでこのバローを注文していただくという手当になっています。手当ですか。はい。そういうふうになっているらしいので、この中から水1本。あ、ワインストックですか。はい。その中で多分バローラに一番合うお料理を仮装客の方がお選びいただいてくれるということで、今回はこのバローラの、1985年リゼルバピエモンテ種期待いただきます。早速いきます。パニエも用意してありますし、デキャンター、そして、ライトですね。そしてソムリエの利き酒用のグラスと備品は全て揃っております。リトも1枚になります。でこちらに、ボトルウォークコースターが1つとコルクウォークコースターが1つずつ、備品は全て揃っています。グラスは全部で5種類ございますけれども、まあ、準決勝でもあったんですけど、まずこうきれいに磨かれているかどうかのチェックと、グラスがチップしていないかという、チップは大体このライトの反射を見ると分かりやすいんですけれども、ないと思います。そして、異臭がないかですね。このポイントが大事だと思います。で、今回はバローロということで、この中の一番適したグラスは、まあ、私の意見を除外視してもこれではないかなというふうに思いますので、こちらのグラスを使ってサーブしていきたいと思います。85年ですので、25年経ってますので、まあ、折りがあると想定します。瓶が立っていても、まあ、折り下げをしていますという瓶になると思います。早速プレゼンテーションからいきます。あと仮装客、今回はお客様が、まあ、普段レストランでサーブしている状態と全く同じようにしたいと思うんですけども、次に審査員の方が大事で、申し訳ないですけど3番目に今日ご来賓のという順番でサービスのプライオリティをつけますので、なるべくこちらの前を遮って通ることはしたくないと思います。失礼します。アイホストは男性の方が主になりますので、この場合は男性に向かってこちらです。お待たせしました。1985年のバローロリゼルバです。作り手がボルゴーニュで作り手で、産地は北イタリアです。失礼します。ブドウ品種はネピオンです。失礼します。 100% です。そしてワゴンがございました。愛車をまずお客様の前にこの後つけます。で、グラスのチェックです。チップも汚れもないものを選びました。失礼いたします。失礼いたします。あとは備品をなるべく一度にお持ちしないと何度も往復することになってしまいますので、この時点でライトがつくつかないチェックも前もってします。日焼け止めグラスの一周もチェックします。デキャンタも同じく。汚れていないか、異臭はないか、チップはないか、3点セットでチェックします。高いものは手前に持って取れサービスするのが基本になります。
年代物ですので、なるべくワインをもちろん譲らないようにするのもポイントの一つだと思います。そうですね、はい、失礼しました。失礼しました。本日の、バローの85年ですけれども、よりも熟成をしておりますけれども、よりこの後デカンターチということで、より香りのボリューム感ですとか、味わいをですね、よりそのポテンシャル最大限引き出すことができます。お勧めいたします。いかがでしょうか。いわゆるデカンターチしてもよろしいですかという確認ですね。すみません。はい、失礼しました。お願いします。はい、ありがとうございます。OK で、ではいただきました。はい。ヘビ口を必ず引きます。ですので、瓶口をよくまた開けた後も拭きたいと思います。この後、利き酒をしても、利き酒という言葉があまり使わないですが、品質のチェックをさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。ご視聴お願いします。少量をいただきまして、これをそのまま同じデキャンター、これから使おうとするデキャンターに移してリンスしていきます。デキャンターの中は、ね、ブラッシングとかしませんので、同じこれから使おうとするワインで一緒に洗うことで効果的です。ないか、色調に濁りはないかなどをここでチェックを簡単にしまして、香りです。一番いいのはコルキーといって、コルキの香りがワインに移ってしまう病気が多いんですけど、このワインの人に健全です。健全です。ではデカンターに移ります。時間制限もありますけど、なるべくゆっくりですね。今回85年という想定ですので、最後の方にですね、さすがにオリが出てきますので、ギリギリまで入れて、1cm 弱残った状態になります。ではホストテイスティングに移ります。はい、お待たせいたしました。失礼いたします。よく確認くださいませ。健全でございました。話に盛り上がっているようでしたら、左側から継ぐケースもございますけれども、基本は右側から継ぐ。ホストは継ぐのを忘れないようにします。お待たせしました。デカンタを置いても、あとこちらでも構わないです。プレゼンテーションですね、今日召し上がりの場を女性様に見せてあげたいなと思います。で、去る前にぜひレストランですので、ごゆっくりどうぞ、もしくはお楽しみくださいなど一言を付け加えたいと思います。皆さん、ごゆっくりお楽しみくださいませ。